2008年フランスグランプリは2008年 F1 世界選手権第8戦として2008年6月20日から6月22日にマニクールで開催された。正式名称はフォーミュラ1グランプリでフランス2008-9-19-293レースは赤い2台のフェラーリがトップをキープ。波乱なく中盤までレースが続いていったが中盤に 君ライコネンのエンジンに問題が発生。エンジンの排気管がフラフラとしているのだ。これにより、フェリペ・マッサが首位に立った。その後はマッサがトップをキープし、今シーズン3勝目。ライコネンも苦しみながら2位をキープした。終盤の見どころは3位ヤルノ・トゥルーリと予選でペナルティを受けて10番グリッドから果敢に追い上げた4位へ、生き小原ゆ年の争いとなった。 トゥルーリは4年前のマニクールでのレース最終コーナーでルーベンスバリチェロにオーバーテイクされ3位を逃したという苦い思い出があったが今回は最後までマクラーレンと接触しそうになりながら3位を守ったトヨタが表彰台に上るのは今シーズン初このレースの前に亡くなった初代チーム代表オベアンダーソンに捧げる表彰台となったマッサは 自身初のポイントリーダーとなって、マニクールを後にすることになった。マクラーレンのライバル、ルイス・ハミルトンは、予選3位から、前線のペナルティで13位からスタート。しかし他の車を、オーバーテイクした時に死刑員をカットしたとみなされ、レースでもペナルティを受け、2戦連続の無得点。地元フランスのルノーゼーはピケが、自身初の入賞。最後はアロンソをパスした。 波乱の後のフランスグランプリ。小雨が降る中のレースになったが、リタイアは序盤に他者と接触したバトンのみであった。ありがとうございます。